はい、こんにちは、片桐です。今回はこちらの赤ぶどうの作品を透明水彩と色鉛筆を使って制作していこうと思います。今回の動画が何かのお役に立てれば嬉しく思います。では早速ご覧ください、どうぞ。では始めていきます。最初はですね、これちょっと水だけ含ませてます。こうすることでですね、まあ、画面上に水が含まれて、絵の具がですねよく浸透したり、あとぼかしたり、なじませたりっていうことが容易にできるようになります。でブドウって描き方、一般的には多分こう画面ブドウの房全体にベースの色味をのせて、でその後に細部を描いていくっていう描き方だと思うんですけど、僕の場合はですねいきなりこう一粒一粒描き込んでいくっていうスタイルです。これはねなぜかっていうと、まあ細密に描いていく上で、画面全体に描くよりはこう細部から重点的に描いていった方が僕の場合描きやすいと感じていて、これはちょっと一般的ではないと思います。ブドウっていうのはこう丸い楕円形の果実の集合体なので、いわゆる基本の形態は、楕円形球体ですね。これが折り重なって立体を形成しているっていうことを常に意識しながら制作していきます。でブドウを描く上での最もねこう細かいディテールのポイントとしては、やはりこの房と房一粒一粒が折り重なっているところのこの際ですね、境界線の部分、ここがどっちが明るくてどっちが暗いかっていうのをしっかり見極めて描くっていうのがポイントになると思います。はい、ここまでで1時間になります。手の早い人だともう1時間で多分完成してると思うんですけど、僕の場合点描するような形で描いていってるので、まだまだこれからって感じです。
はい、ここまで書き込みました。これから細部の書き込みをして完成に向かっていくんですけど、この細部の書き込みについてですね、ちょっと今回は色鉛筆も併用してみようと思います。水彩だとどうしてもやっぱり小回りが効かない部分があるので、そこを色鉛筆で補えたらなと思っています。では早速やっていこうと思います。